ボヤカの戦いとは、シモンボリバルの独立革命軍と、スペイン帝国軍との戦いである。アントニオ・ナリーニョ16世紀中期に、スペインによって征服され、コロンビアは植民地支配下に入った。1717 17年にはペルー副王領から分離して、ヌエバ・グラナダ副王領が設置され、かつて先住民ムイス家族の戸があったボゴタに副王が置かれた。 この副王領は財政難のため一旦廃止されるが、ヌエバグラナダの民衆は総主国スペインの重税と抑圧に苦しめられていた。1781年3月16日、そこロ地方でタバコ税などの重税と物価高騰に橋を発したコムネーロスの反乱が起こると、クリオ領を中心とするムンが設けられ、反乱の要求は増税撤回から独立にまで膨らんだが、 福王フロレスは反乱の指導者である、ホセアントニオ・ガランを、ボゴタで四つ先の経営に処し、反乱は鎮圧された。やがて19世紀を迎え、1810年7月20日、アントニオ・ナリーニョがヌエバグラナダ福王を追放して、クンディナ・マルカ共和国の独立を宣言した。これが、コロンビアの独立記念日である。その後、ナリーニョを中心とするボゴタの独立派は、 中央集権を主張し、カミロ・トーレスを中心とするカリブ海沿岸地帯の独立派は連邦制を主張。両派の対立と混乱につけ込む形で1814年2月、スペイン本国のフェルナンド7世が即位して、絶対王政が復活した。独立派は各地で敗退を重ね、ボゴタ政権は崩壊。ナリーニョは捕らえられ、スペインの監獄に投獄された。 カルタヘナの共和国政府はボリバルを独立軍の最高司令官に任命し、クンディナマルカの奪還を要請した。ボリバルはその年の暮れには、スペイン軍との降伏協定を取り付け、ボゴタを解放するが、翌1815年2月、フェルナンド王は、パブロ・モリーリョ将軍の鎮圧軍1万を派遣。カルタヘナでの4ヶ月に及ぶ、激戦の末に独立派は敗北。 ボリバルはジャマイカに亡命した。亡命先のジャマイカでボリバルは南米独立の大義を訴えた、ジャマイカからの手紙を記す。ボヤカ橋。この上で最後の戦いが行われた独立軍副官、フランシスコ・デ・パウラ・サンタンデル・ボヤカの戦い、ボヤカにおけるシモン・ボリバル像1816年5月、独立派の最後の拠点であったボゴタが陥落し、 カミロ・トーレスら独立派活動を多数が処刑される。森リ,リョの徹底的な弾圧に対する反感から、非独立派の間にも、独立の機運が高まった。1819年2月15日、アンゴス・トゥーラで、独立派の代表者会議が開催され、単一国家の樹立で合意。コロンビア共和国の創設とボリバルを大統領とする、ことで意見が一致した。ボリバルは、 福神の名称フランシスコ・デ・パウラ・サンタンデル将軍をコロンビアの重なれ地方に潜入させ、サンタンデルは独立派の残党を急合して独立軍を結成。コロンビア解放戦に備える。同年5月23日、独立派はベネズエラのセテンタ村で会談し、モリー・リョ軍との膠着状態を打開するため、アンデス山脈を越えて、 スペイン軍の裏をかく奇襲作戦に出ることを決定した。独立軍はアンデスの厳しい寒さと風雨に悩まされ、多くの犠牲者を出しながらもアンデス越えに成功。ボリバル軍はサンタンデル軍と合流し、7月25日、コロンビア中部のパンタのデバルガスの沼でスペイン軍と遭遇した。ボリバルは若き大佐フアンホセロンドンに突撃を命じ、 ロンドンはわずか14名の部下を従えて、スペイン軍に切り込む、ステミの攻撃が功を奏し、独立軍はこの前哨戦で侵攻した。そして8月7日、独立軍は、ボゴタの北150キロに位置する、ボヤカ高原で、スペイン軍と最後の決戦に挑んだ。ホセマリア・バレイロ将軍の率いるスペイン軍2670名に、対し、独立軍は装備の面では劣っていたが、 当時スペインと敵対関係にあったイギリスからの義勇兵も多数参加していた。スペイン軍前衛部隊にサンタンデル軍主力のホセアントニオアンソアテギ将軍の部隊が突撃し、スペイン軍本隊と分断する。直後にボリバル軍がスペイン軍後衛部隊に突撃。バルセロナ大隊とパエス大隊がスペイン軍右翼をイギリス大隊とライフル大隊が スペイン軍左翼を攻撃し、スペイン軍は総崩れに陥った。バレイロは前衛部隊との合流を試みるが、激しい重砲日の前に断念。降伏を余儀なくされた。ボリバルは、敗残兵の追撃と相当を支持。フランシスコ・ヒメネス将軍らスペイン軍、高級将校数名を捕獲。バレイロは捕らえられ、10月11日に、ボゴタで処刑された。 昼過ぎに始まった戦闘はわずか3時間の短期決戦で独立軍の勝利に終わり、その後の南アメリカ諸国の独立を決定づける歴史的な戦いとなったのである。この戦いの勝利により、独立派は最終的に独立を勝ち取り、独立軍は8月10日にボゴタに入場してコロンビアの独立を宣言した。8月7日はボヤカ戦勝記念日として、 コロンビアの祝日になっている。ありがとうございます。